正面、じゃじゃん、もう見えちゃった。宇都宮城にやってきました。いざ潜入。どうやら御朱印があるらしいぞ。ゲットせねば。ね、実は宇都宮城行ったことないんですよ。なのでちょっと楽しみです。うわすごい、ちゃんと、で、一箇所目行っただけでもう9000歩ぐらい歩いてしまって、足が痛くなってですね、靴買っちゃいました。で、あのね、ドンキがあってね、ドンキ行ったら売ってて、これが安かったんです。でもサイズが23しかなくて、あ、入んないじゃんとか思ったんですけど、なんでこれを買えたかというと、じゃじゃん、かかとがないのだ。スリッパみたいになっているのです。楽ちん。横から見るとかかとが出てて非常に恥ずかしいんですが、でもね、心霊スポット行くために来ているから、歩くで。なんか2つあるぞ。なんで？詳しい人。普通大きいのが1個だと思ってた。2つある。真ん中に行こう。公園ができるまで。なんかいっぱいあるんだ。怖い、桃太郎怖い。これ、この欅の木、私の家の目の前っていうか隣にあった木だ。そう、倒れちゃったんだよね。樹齢800年ぐらいだったんだ。嬉しい、久しぶり。上に登ってきました。風がすごい。生命体。こうなってるんだ。住みやすそう。面白い。階段は急です。靴買ったけど日傘買うの忘れてんじゃん私。大ダメですな。もう一個の方着てみました。同じ感じだけど、こっちの方が静か。天井が高い、こっちの方が。いいな、上行ってみたいな。いい風吹いてます。御朱印ゲットしました。そろそろお腹が空いた。以上、宇都宮城でした。